11月30日、淀公民館で第6回ふるさと淀学講演会が開かれました。これは郷土の歴史を学ぶことで、ふるさとについてより深く知ってもらうことを目的に昨年設立された一粒米の会が開いたものです。この日は松山市議会の今村武さんを講師に迎え、盲目の村長として淀村瀬を作るなど地域の発展に貢献した森盲点街についての講演が行われました。33歳、明治29年になりますけど、病名失明してしまいます。で、人生に絶望して3の自殺を考えるわけですが、ある日膝の上に落ちた一粒のお米を指で念じていますとですね、滑然と悟るところがあったと。これがまあすごいところなんですけども、まあ、そこで今まで真っ暗の中から一つの明るい光を見出し、それはどういうことかいうと、一粒のお米のように人に食べられて、そして血や肉になって焼け立っていると。自分もそういう一粒の米のようにですね、自分の身を犠牲にしてでも人のため世のために尽くしたいと。これが一粒米の悟りです。まあ、そもそもこの一粒米の会はですね、平成26年に盲点街生誕150年の年がありました。でこの時地元も含めて、まあ、検証活動もなされませんでした。唯一、まあ、宿泊で特別展が開かれました。でその時にこれではダメだと、これだけ松山を代表する偉大な人を忘れたのではなく、次に語り継いで、そしてまた検証もできればなという趣旨で昨年発足をいたしました。で、この具体的な一粒米の会の活動の場としてですね、まあ、ふるさと淀学という場を設けて、まあ今日のような講演をやったり、あるいは淀村のいろいろなことを知ってもらったり、そういう検証に結びつくような活動を今後とも続けていきたいというふうに思っております。この講演会にはおよそ60人が参加。参加者は森盲点街の晩年に関する講師の話に熱心に耳を傾けていました。